SPF はメールのドメインと送信元 IP アドレスの組み合わせの妥当性を検証する送信ドメイン認証メカニズムのことです。突破口 .com の DNS サーバーには以下のように TXT レコードに SPF レコードが定義されているとします。この場合は 1.1.1.1 の IP アドレスは認証し、その後のマイナスオールは左側にある 1.1.1.1 以外の IP アドレスは認証しないという意味になります。送信側のメールアドレス、エンベロープフロムのメールアドレスはtest@突破口.com とします。宛先のメールアドレスは info@受信.com とした場合、SPF の処理フローを答えてください。まず、突破口 .com のメールサーバーは、宛先ドメインの受信 .com のメールサーバーにメールを送信します。受信 .com のメールサーバーは、メールフロムのコマンドで通知された送信側のドメインであるエンベロープフロムのドメインに対応する DNS サーバーに SPF レコードを問い合わせます。この場合、突破口 .com の DNS サーバーに問い合わせます。突破口 .com の DNS サーバーは SPF レコードを返却します。受信 .com のメールサーバーは SPF レコードに定義されている IP アドレスと SMTP 送信における接続元 IP アドレスと比較します。この場合は一致するので認証が通ります。仮に突破口 .com のメールサーバーの IP アドレスが 3.3.3.3 だったら一致しないので認証に失敗します。その場合、なりすましの可能性があると判断して受信側のメールサーバーの設定に従って受信を拒否したり、 SPF 検証に失敗したという情報をメールヘッダーに書き込み、その振る舞いはメールを受信したユーザーのメールソフトに委ねたりします。例えば、迷惑メールホルダーに振り分けられたりします。DKIM は、メールを送信する際に送信元が電子署名を行い、受信者がそれを検証することで、送信者のなりすましやメールの改ざんを検知する認証メカニズムのことになります。突破口 .com のメールサーバーには、署名用の秘密鍵が存在するとします。突破口 .com の DNS サーバーには、以下のように、TXT レコードに DKIM レコードが定義されているとします。 DKIM レコードの定義について、この場合は K2022 はセレクターで、ドメイン内の複数の公開鍵を1位に識別するラベルのことになります。その後のアンダーハイフンドメインキーは DKIM レコードで固定の表記になります。突破口 .com .は送信側のドメインを意味します。 intxtV イコール DKIM1 は TXT レコードを DKIM レコードとして使用するという宣言になります。 K イコール RSA は署名アルゴリズムとして RSA を使うということ。 P の後は突破口 .com のメールサーバーで発行した秘密鍵に対応する公開鍵になります。送信元アドレスを test@突破口.com、 宛先メールアドレスをinfo@受信.com とした場合、 DKIM の処理フローを答えてください。まず、送信元の突破口 .com のメールサーバーは、送信するメールのハッシュ値を取って秘密鍵で署名を行い、電子署名を作成します。この時、 DKIM シグネチャーヘッダーに電子署名、送信側のドメイン、署名アルゴリズムなどが指定されます。 DKIM シグネチャーヘッダーを付与したメッセージを受信 .com のメールサーバーに送ります。受信 .com のメールサーバーは DKIM シグネチャーヘッダーのドメインに対応する DNS サーバーに DKIM レコードを問い合わせます。 DKIM レコードには公開鍵があるので、それを使って電子署名を検証することで改ざんやなりすましの検知をすることができます。署名検証でなりすましの可能性があると判断した場合は、受信側のメールサーバーの設定に従って受信を拒否したり、 DKIM の検証に失敗したという情報をメールヘッダーに書き込み、その振る舞いはメールを受信したユーザーのメールソフトに委ねたりします。例えば、迷惑メールホルダーに振り分けられたりします。 D マークは SPF および DKIM の挙動を
補強するために SPF 及び DKIM の認証失敗時にどのようにメールを処理すればよいかを送信側が処理方法を表明する仕組みになります。具体的にはポリシーと呼ばれる DNS レコードを送信側の DNS サーバーで公開します。 TXD レコードに D マークレコードを定義します。この時 DNS の P イコールのタグ内に送信元ドメイン認証に失敗した時の受信側の処理ポリシーを宣言します。ポリシーの種類について空欄部分を埋めてください。まず処理を指定しないのは None になります。隔離するのはクアランチンになります。受信を拒否するのはリジェクトになります。実務で役に立つレベルの補足として、 D マークポリシーは NSLOOKUP コマンドで見ることができます。コマンドプロンプトに NSLOOKUP と打ち込みます。そして set type イコール TXT で TXT レコードを指定します。_dmark.amazon.co.jp と打ち込んだら P イコールクアランチンと表示されました。つまり送信元ドメインが amazon.co.jp のメールで SPF や DKIM 認証ができなかった場合は隔離した方がいいよと正規の Amazon 側が意思表示していることがわかります。応用情報支援士ともに SPF、DKIM、D マークは今後とも午後試験で問われる可能性が高いので、今話した内容までは押さえておきましょう。